東海ラジオ、中日ドラゴンズ秋季練習レポート。ピッチャーに関しては、6ではなく7イニングを投げられる先発を、1人でも増やしたい。勝負どころのコントロールや、フォアボールの数の多さなど改善点が多い。と話していました。まず自分の改善点に気づけよ。だからシュートってのはわかるけど、全員にやらせるのはないわ。付け焼き刃じゃ見切られて粘られて終わり。この人はまず決めつけによる采配を変えないとどうしようもないんよ。先発のイニングよりガトリングのが問題だと思う。7イニング投げても中継ぎ我慢しないと、あんなんしてたら中継ぎが持たん。結局点が取れない点を取られたくないからすぐ継投するんだよな。立浪のこの言い方だとやっぱ7イニング投げれる、となんだよね。点取ってくれないから1点もやれない、リードするしかなくなって、球数かさむんだろ。打撃陣改善したら7回投げられるようになるよ。じゃあ保険の先発助っ人は大切だから取ってね。解説者の立浪和義さん。やっぱ監督より解説向いてるわ。内側からじゃなくて外側からの方が、立浪さんはよく見れると思うわ。ごちゃごちゃ手立てを考えても、感触玉が爆発して終わりでしょ。計画自体が無意味。松葉、そんなこと言われてもどうすりゃいいのさ。松葉は今年も6イニングチャレンジやってたやろ、で、惨敗した。言ってることはよくわかる。やけど先発が7回投げれないことが、マシンガン系統していい免罪符にならんからな。理想は理想でいいけど、いざ試合になったら、球数や球威の落ち具合で判断してくれないと。イニングもだけど7回100球を目指さないと吉球は減らない。とりあえず投手運用は投手コーチに任せろよ。まあ先発なら7回は投げてほしいよな。中日は他球団より長いオフの時間をうまく活用してほしい。